どうも皆さん、こんにちは。キャベツです。クリックできるゴミ、閉塞感が凄まじいハイキングゲーム、剣を振らないでクリアできる RPG、 そんなゴミゲーが世には存在しています。まずはじめに言っておきます。今回ご紹介するゲーム、すべてひいき目で見ても全く面白くありません。バグがどうのこうの、キャラが可愛くない、ストーリーが良くないというクソゲーのジャンルではなく、単純に面白くないというストロングスタイルで全世界で圧倒的不評を得たスチームのゲームをご紹介。今回のそうそうたるメンツのクソゲーは、どこをとってもクソゲーであり、もう言葉を悪く言えばゴミで、あまり知名度のないゴミゲーをご紹介していきますが、逆に今回こうしてご紹介することによって興味を持たれてしまう可能性が少なからず存在します。それでもし紹介したゴミゲーを買ってやっぱりクソやんとクレームを入れてきても、私責任は取れませんのでご了承ください。ただ笑いだけは保証してます。では行こう。閉塞感が凄まじいハイキングゲームへようこそ。まず手始めにご紹介するのはハイキングシミュレーター2017。2017ということはまさか続編があるのかと思われたあなた、ご名答。どこに需要があったのか、開発者は誰かを人質に取られて制作を強いられていたのか。ハイキングシミュレーター2018が2018年12月31日に発売されています。なぜ年末に発売者、ほぼ2019年です。ボランティアが2日で作ったスカイリムと命名されるほどに出来の悪いゲーム。どういうゲームかというと、その名の通り、ただ歩くだけのハイキングシミュレーターです。ハイキングを題材とするからにはグラフィックはこだわるポイントのはずですが、今回はクソゲー紹介。もちろんグラフィックはひどい。2017年に作られたとは到底思えないようなグラフィックで、まさに低予算ゲームという名にふさわしいです。さて、まずゲームを始めると、まずどこにそんなに読み込む要素があるのかと疑いたくなるほどに長時間ロードが挟まり、やがて忘れた頃に突然画面が切り替わると、プレイステーション2レベルのグラフィックで作られた自然豊かなフィールドが目の前に広がります。遠くには雑すぎてテクスチャが伸びきってバグったかのような山が見えるのですが、これは崖で、このフィールドを取り囲んでいます。自然豊かなフィールドなのに崖に取り囲まれているせいで、突如人工的な印象で閉塞感がはらみ、一方ハイキングゲームなので歩いてみますが、ところどころにいる動物たちも心なしか弱り果てているようで、さらにその閉塞感は増していきます。試しに動物たちに近づいてみると、呪いでもかけられているのか、絶対に彼らは目を合わせず、ポリゴンで角張ったお尻をプリプリ振りながらスーッと逃げていってしまうため、触れ合うことは一切できません。他にはフィールドに木や花もありますが、風に揺れることもなく、空の色は変わらず、ただただ平坦な道を歩くだけで全く癒しはなく、ハイキングというよりはもはや崖で閉ざされた監獄を歩き回る刑務所シミュレーター。日々の日々に疲弊し、もう人と関わりたくない、極端なこと言えば刑務所レベルの無機質な場所で一人の時間を過ごしたいという風に悲観する人なら、このゲームを楽しめる可能性を秘めていますが、逆に癒しが欲しいけど外に出るのもありだし、ゲームの中で楽しもうという気で今作をプレイすると確実に精神を病みかねません。また本作にはこの森のフィールド以外にも全6種類のフィールドが存在しています。生命の死を思わせる雪国エリア、絶対死んでいる湖エリア、どんな深い意味があるのか地上にもうと書かれた謎の農場エリア、そして憂鬱な樹海エリアと、多種多様のハイキングコースが用意されていたりするのですが、いずれも周りを高い崖で囲われていたりと、やはりどれも監獄で、それっぽいロケーションもなければ地形の変化もなく、プレイヤーを楽しませようという心を微塵も感じません。ちなみに本作には全く必要のないセーブ機能も実装されていますが、セーブをすると確実にゲームがフリーズしてクラッシュします。何か保存することは許されない壁に囲われた世界、まさに進撃の巨人。例えるなら本作は都道府県別の刑務所をまとめた刑務所シミュレーターか進撃の巨人住民シミュレーター。そもそもまあ98円のゲームで何を求めてんねんって言われればそれまでですけど、実は本作にもいいところがあります。それは BGM、 おそらくフリー音源の BGM でしょうが、この閉塞感の塊である本作にとってはそれは唯一の癒しどころ。そんな BGM を聞きながら不気味な自然の中をハイキングして、時折ケツだけを向けた動物たちの奇妙すぎる生態を観察していると、自然とプレイヤー PC の電源を落として家の外に出たくなる衝動に駆られるので、本作はゲームを犠牲にプレイヤーにハイキングさせるという最大の自己犠牲で我々に行動意欲を与えてくれる神ゲーとも言えるでしょうね。しかしながらゲームとしては一切の評価ができませんでした。アセットフリップシミュレーター、開発者自身がマジのゴミ、絶対に買うなといった公式公認のゴミゲー。公式にゴミと言われるとなぜ発売したんやと言わざるを得ませんが、逆に極度のマイナス要素を付加させることで注目を浴びる逆炎上商法かもしれない。そのためゴミと言ってるけど、もしかしたら結構良ゲーなんちゃうのという風に期待させてしまう効果もありますが、やはり本作はしっかりとゴミ。本作のゲーム内容、それは至ってシンプル。謎の広大な砂漠っぽいフィールドを走り回っていると突如としてバグに襲われる、そしてゲームオーバー、以上一体どういうことなんだと叫びたくなりますが、どうにもこうにもそれしか内容がありません。
全く要素がないのに謎に長いロードが挟まり、始まれば異常なほどカクつく画面、走っていたらクラッシュしてゲーム終了。一体どういうことなの？そのカクつきは高性能 GPU であるタイタンをもってしても 24fps までしか出せません。またゲーム内に流れる BGM もひどいもので、公式が耳栓推奨としています。もはやゲームと言っていいのかすら不明。なぜこんな代物を世に出してしまったのか。公式によれば本作は制作時間5分でプレイ可能なビデオゲームと考えられ、販売に耐える最低限の水準をなんとかクリア。お金をドブに捨てても構わないという自慢以外には何の役にも立たない究極の浪費体験をお楽しみくださいという風に、クソゲー開発者としては満点のコメントを投稿しています。金儲けのための最低限の努力ということですが、それを否定するかのように、このゲームはゴミだから買うなっていう発言もあることから、開発者は相当頭がぶっ飛んでいるヤバいやつなのかもしれません。また本作開発者がリリースしている他のゲームの中に、グリッチシミュレーター2018というものがあります。こちらもまた虚無ゲー。こちらはですね、プレイヤーが仮想世界の中を生きながらゾンビを倒し、ゲーム内に意図的に隠されたバグやグリッチを探すという、一見新しいゲームでワクテ化する部分もありますが、実際はやはりゴミ。プレイを始めるとやはり謎に長いロード、それが終わると突如テント内でゲームがスタート。そのままゾンビたちを倒すことになりますが、そのゾンビたちが異様に固く、しかもかなりしつこく追いかけてくるので、肝心のグリッチ探しがまともにできません。しかも本作もアセットフリップシミュレーター同様、ゲームは全て既存のアセットを雑に配置しただけのコピペゲーム。そんな低クオリティな内容に、本作を購入した一人のユーザーが、グリッチシミュレーター2018というゴミゲーがいかにクソで、とんでもなく容易に作れるゲームということを証明するために、本作と同じゲーム、スモッシュシミュレーター2018を開発。その制作時間、なんと12分18秒。グリッチシミュレーター2018がいかにクソで、298円という低プライスでもジョークとしても笑えないゲームをプレイするより、俺が作ったゲームをプレイしろという風に無料で公開しました。おそらくこの一件があってから、アセットフリップシミュレーターを販売する際に、開発者がついに吹っ切れてゴミゲーだということを公式認定する流れになったのでしょう。まあこういう公式自身がクソゲーだと認知しているのは、有料で販売するには悪意しかありません。本当に両方ゴミなので、皆さん間違っても買わないようにしましょう。エンシェントワールドジャガーフェイト、クリックできるゴミ。ジャンルもゲーム性も謎のゲーム。マヤ文明やアステカの雰囲気っぽいけど、実際何をモチーフにしているのかはわからない。一応戦略シミュレーションゲーム。しかし実際できることといえば、赤色の敵の陣地をクリックすることだけ。自軍は緑で、要は自軍を増やせばいいんですが、敵陣地のテントや村っぽいアイコンを押しても実際クリックできているのか不明で、ゲーム内で唯一できるクリックという機能がちゃんと機能しているか怪しいところ。ステージがいくつかありますが、どれも開始直後、敵が初めに自滅してしまい、その後自軍の兵数の数よりも低い敵拠点をクリックし続けていると気づけば勝利しています。敵 AI がかなりレベルが低い上に、戦略ゲームとしてはいささかレベルが低いため、本当にクリックしているだけで勝てる戦略もクソもない。クリックできるゴミ。もっと他にできることはないのかなと、画面下のアイコンをクリックしてもほとんどが機能せず、ただボタンを表示させておけば画面が豊かになるだろうというだけで、ハリボテのアイコンが用意されています。一応ステージを攻略していって、ステージ8まで来ると大半がフリーズするでしょう。ちなみにここまで来るのに、ゲーム内では一切チュートリアルはありませんので、私のゲーム操作や解釈が合っているのか分かりません。もしかすると他に隠されたコマンドや機能があるかもしれないですが、あったとしてもゲームはやっぱりつまらない。チームにおける全12件のレビューはほとんどがおすすめしないレビューでしたが、2つのおすすめ評価がありました。1つはアメリカ語のレビューで、将来の可能性があると割とおすすめしています。おそらく彼は買収されているでしょう。しかし今作にもいいところが、それが BGM。 フリー音源っぽい感じではなく、おそらく低クオリティながらも民族系音楽を頑張って作った感の出ている BGM が流れており、それを聞いているとクリックできるゴミから安眠できるゴミへと昇華させています。またなぜか本作日本語に対応。何でもいいからとりあえず日本語対応してるゲームやりたいっていう人がいれば、本作一回プレイしてみてはいかがでしょうか。エアポートシミュレーター2014。エアポートシミュレーターというタイトルで、こんなトレーラー映像を見たら、誰もが飛行機を操作して空港経営なりなんかできるんかなっていうゲームと思いきや、本作は空港の労働者としてリアルタイムな時間経過の中で社畜レベルにただ作業を繰り返す社畜シミュレーター。まさかそんなはずはと思って、980円というコンビニバイト1時間分の労働対価相当の金銭をドブに捨てないでください。今作はマジで980円払ってゲーム内で仕事をする正真正銘の労働ゲームです。つまりは空港の中の正社員として雇用された主人公を操作し、飛行機をサポートするあの車、こちらを使って空港の中で仕事します。その間全てがリアルタイムで経過しているので、飛行機を離陸させるまでスムーズに進めないと 100% 離陸できません。まあそもそも日本語に対応していないので、かなりシビアな時間管理が必要なゲームの上、さらにマイナーな飛行機をサポートするあの車たちを操作するゲームという以上、生半可に今作を購入した人は確実にゲームとして楽しむことができないでしょう。さらにクソゲーの代名詞でもあるバグも多発し、そもそもまともにプレイ進行できなくなることもしばしば。
Steam のレビューを覗いてみると、ほとんどの人が飛行機を操作するゲームだと思ったと悲しみのレビューで溢れています。中にはゲームの中でも社畜として働かされることに悲しみをこらえきれず涙を流したというプレイヤーや、そもそもゲームが起動せずに悲しみに暮れているプレイヤー、本作を24時間プレイしたところで精神を病んだというゲーム内でも過労死仕掛けるプレイヤーなどで溢れ、本作が社畜シミュレーターとしていかに完成させられているかがわかります。ゲームとしてプレイするというよりは、ニートが社会に出るための訓練としてプレイさせる教育ゲームとして配布する方が賢明かもしれません。セクシーシリアルキラー、なぜか爆乳殺人鬼から逃げなければならないクソゲーホラー、セクシーシリアルキラー。私キャベツも以前実況させていただいた正真正銘のアホゲーでありクソゲーの本作。セクシーなシリアルキラーが襲いかかってくるので逃げるというゲーム内容で、ストーリーもあるようですがアメリカ語なので一切理解できませんでした。まあ大した内容でないでしょうから理解不能でも大丈夫です。まずゲーム本編ではとにかく画面が暗いため、実際何が起きているのかよくわからないことになります。ホラーゲームなのである程度のホラー要素を見せてくれますが、とにかく爆乳のシリアルキラーの謎の映像だったり謎の絵だったりするので理解不能。逆にホラーゲームとしては意味不明さがゆえの恐怖感はありますが、ゲームとしてどうなんだという問題は捨てきりません。そして時折アイテムを見つけてみると、何の前兆もなく Z カップのシリアルキラーが現れて、その豊満すぎる Z カップに主人公を押し付けて窒息死させるという前代未聞の殺人方法で焦点させられると、デカデカとセクシーシリアルキラーのロゴが画面いっぱいに表示。初見プレイ時では一体何が起きたのかわからないとパニック状態になります。こんな感じで進めていくゲームですが、ホラーゲームとしては一切恐怖感がない上にゲーム性も皆無。アメリカ語も解読不能の中で唐突に襲うセクシーシリアルキラーによるおっぱい窒息死が相まってストレスマッハ。他には自身がセクシーシリアルキラーというよりは海外のクソ低レベルのラブドールのような何かとなって敵と戦うモードもありますが、こちらもエリアが暗すぎる上に肝心の敵は非常に不規則に動き、こちらの攻撃も嫌がらせのように当たらないので次第に怒りが込み上げてきます。ただ時折キャラクターがテカリにテカったケツを大画面に突きつけるモーションを取るので若干要素がありますが、これはゲームがあまりにクソゲーすぎるがゆえのに見える効果なだけで、落ち着いてそれを見てみるとただケツの形をした何かにしか見えず、プレイヤーは正体不明の賢者感と悲しみに打ちしがれるでしょう。ちなみにストーリーエンディングでは何回カメラ回んねんっていうくらい忙しいカメラワークの中、主人公がセクシーシリアルキラーと無言で何度も抱擁を交わす謎のシーンが見ることができます。そしてその後エンディングが始まります。このねエンディングシーンが見物です。このゲームで負の要素を感じない唯一のシーンなので、もしエンディングまで苦労してたどり着いたのならこの謎のエンディングダンスを噛み締めましょう。ゲームとしてはクソゲー、ホラーゲーとしてもダサく、しかしアホゲーとしてはピカイチなゲーム。今後一切日の目を見ることができないゲームでしょうが、人によっては光るところがあるかもしれない。ダークゴーストは RPG、 ソウルライク界の新星、ファイアーウォールの規制にぶち当たってしまうほどの危険なクソゲー。明らかにソウルを意識したタイトルとアクションのゲーム。ゲーム開始早々全裸ゴリマッチョの主人公がほどほどに綺麗なグラフィック世界に爆弾。ドライアイスでも溶かしているのか、黙々と煙が立ち上るテーブルから既視感のある防具を入手するとゲーム開始。ちなみにソウルでいうかがり火は本作において大きな鍋に剣をぶっ刺しただけの謎のオブジェとして登場しています。開始5分で本作がソウルに意識された完成度 1% のクソゲーであるということは疑いようのない事実だと突きつけられます。しばらくかがり火の前で待機していると雑魚敵がすぐにやってくるので注意。その敵もダークソウル3に登場するあの敵のモーションを思わせる動きで襲いかかり、操作性の悪さも相まって無駄に強い。ソウルシリーズが完成されたシステムで構成された高難易度のゲームだということはまがいなき事実ですが、逆に本作はシステムが破綻したおかげで高難易度のゲームと化した不名誉なクソゲーと言えます。しかし本作はそれらのシリーズと異なる点といえば、マップ内の何かを倒せばクリアというわけではなく、ただゴール地点に向かえばクリアというところ。つまり一切戦わなくても敵の攻撃を受けてダッシュでゴール地点まで向かってしまえばクリアできるという何とも緊張感に欠けるゲーム。そのため敵と戦う必要性は皆無。ゲームをクリアしたいだけならゴールまでのんびりハイキングでもしましょう。つまり本作またもやハイキングシミュレーターとして成り立っているのです。初めのエリアは広い空間の真ん中まで行けば主人公がテレポート、そしてそのテレポート時に服が吹き飛んでしまったのか、またもや全裸でゲームスタート。ただ小屋が点在するだけの雪山に飛ばされます。敵は一種類、ボスは存在しません。そのままただ走って指定の場所に向かえばゲームクリア。今作もオリオン同様20分でクリアできるクソゲーでした。アクション要素は取ってつけたようなものなので、ベースはあくまでハイキングシミュレーター。そのくせ本作は620円という強気のプライス。どこにそんな自信があったんだ。大丈夫。